はい、みなさんこんにちは。今日はお母さんと一緒の初子お姉さん、雄一郎お兄さんの卒業会見について話してみたいと思います。さて、今回こういう話題にしたのは、そろそろ初子お姉さん、雄一郎お兄さんが卒業するのではないかという話題についていろいろ考えた次第ですね。そもそもが歌のお姉さん、これは匠お姉さんは8年間なんですよね。そしてそれより短いんですが、初子お姉さんの前とかであれば5年ぐらいで辞めたりしてるんですね。そして小子お姉さんや匠お姉さんは29歳で辞めているんです。そして初子お姉さんが29歳になるということで、かなりの確率で29歳までで卒業するとなれば、高い確率で卒業してしまうという感じになるんですよね。そして歌のお兄さんも一緒にというパターンもあるのではないだろうかというのが強い見方です。私自身は次の2022年2年3月はかなりの確率で卒業してしまうのではないか、保証はしませんが、私としてはそう予想しているんですよね。そして、2022年の2月の月歌にも注目したいですね。2022年の月歌が卒業ソングだったらということもファンの中ではよく言われているんですよね。なので2022年2月の月歌に注目してみましょう。その時に送り出すような卒業ソングだった場合、そして初子お姉さんは29歳ということで卒業になるかもしれないということなんですよね。まあこれはあくまで予想でファンたちの話題なんですが、そういうこともあるということを知っておいてくださいね。ということで今日は終わりにしたいと思います。次の動画を楽しみにしていてくださいね。